剣池総集編後編でございます。また体感1時間半の振り返りが始まるぞ。頑張ろうねみんな。と頑張る前にですね、パート13以降結構閲覧注意なものが増えます。虫系グロ系びっくり系が苦手な方はブラウザバックあるいはティーバック履いて月短。これは確実に決めてますわ。鼻で吸うのが得意なフレンズだからね。やめなさい。でまあ今回は初っ端からヤバいんですよね。サムネも内容も虫もアゼルギリコ3回だもんな。うん、いきなりの虫食会なんでね。これリクエストものなんですけど、リクいただいた時は採用しようか迷いました。迷いすぎて頭振ってたもんな。そうそう、ほぼヘドバン。昔のパンクバンドよろしく吐き芸にまで発展しかけましたが、まあそれは置いといて、この回をきっかけとして検索ジャンルの幅が広がるんですよね。クシャおじさんの口もこじ開けるぐらいのな。そういう広がり方でしたね。まあ人の数だけクシャおじさんはいますからね。軽いホラーだなそれ。隙あればクシャっていくのが人類ですから。それにしてもよくもまあ梅津作品に出てくる料理を作ろうと思ったもんだよ。さすが虫もアゼル。虫もアゼル様は信じる者のもとに降臨するのです。いや新手の宗教かよ。それ私のツッコミ。てかあれだな、こうして見てるとサナエのネタキャラ化がどんどん進行してくのがわかるな。昔はお仏ネタかます私を止めていたのに。あの頃は真面目でしたよね。はい、ここから先はきついので本編でお確かめくださいと言いつつ次に参る。現時点で一番ヤバい回来たやん。やっぱそう思います。思いまくるよ。これダントツよ。実際これ運営さんに少し怒られましたからね私。なんて返したの。大丈夫です、ギリギリアウトですって。アウトなんじゃねえか。そんなアウトな回ですが、ネタが盛りだくさんな回でもあるんですよね。だけどグロのせいでネタが霞むというね。それね、悲しすぎたよね。だけどサムネに閲覧注意回って書いたのが逆に良かったのか、見てくれる人は多かったんだよ。新規の方の米が増えたもんな。いやー本当にありがたい話だで。グリーン姉さんにスープおじさんといった有名どころをゲットだぜ。できたのも大きかったね。グロットモンスターグリーン&スープな。何それ売れそう。オープンワールド仕様だからどこに行っても不敗臭を感じられるっていうね。超胸熱じゃね。胸熱の前に胸焼けしそう。一理ある。そういえばこの回でも霊夢のアテレコネタが冴え渡ってたよな。うざいキャッチのお兄さんの真似のやつね。そうそう、あのネタ気に入ってんだよ私。あの辺からリアルなネタも増えたしね。最近で言うとバービー人形の時にこれに近い方向性のネタをやったよね。もも肉もいいけど砂肝もいいってやつな。そうそう、そのネタ。はい、お次はペコちゃん回ですね。なんだこのサムネ。ほんと頭おかしいと思うわこのあたりのサムネ。誰が作ったんですかねこれ。お前だよ。5本5本。そんな頭おかしいサムネに対して本編は安定回だったな。そうだね。前回前々回ほどのグロさとかエグさとかもなく。その辺のバランスって考えてるの。増毛キャンペーンとかのやつですか。それはアデランスだ。うん、まあ多少はね。追うのが辛いシリーズにはしたくないじゃないですか。その辺謎に真面目だよね。根は真面目なんでね私。ペコちゃんに続くのが A の干物という甘々回を流ししておりますが、ここのネタは吉本の件で思いついたんですよね。ザブングル使わねばと思って。うちは何気じじネタ多いからな。それコメントでも言っていただきましたよ。まあ大人も楽しめるネタ動画を目指してますから。大人すぎひん。社会風刺はまだいいとしてマジで年齢制限かかりそうなこと言う時あるだろ。あれはやめようぜ。そうだそうだ、あんなのやめろ。お前に言うとんや。まあいいや、次はパート16か。この辺になるとつい最近って感じだな。そうだね、実際そんな経ってないし。それとパート10以来の映像モノメイン回なんだよねこれ。あと映像見た後に解説が入る仕様だったよな。あれは完全にノリです。このシリーズに関してはコラボでもなく完全にうちのシリーズなのでね。実験の場としての色が濃いんですよ他より。だから解説突っ込んだりほったらかしたりしてるわけか。そうですそうです。ていうか画面見てくださいこれ、黒板に書いてある文字もふざけてますからね。真剣に皆無なんでうち。改めてクソだな。そういえば未だに気になってるのがこれなんだよ。ずっと叫んでるやつ。これ動画向きじゃなかったよな。うん、ほんと動画向きじゃなかったね。絵面は面白いんだけど叫び声とトークが被るから鬼作り肉味噌炒めだったわ。結果冒頭は字幕だけ声なしのネタになったからな。でそれもダダ滑ってんだよな。うん、経験超えするくらい。で次の回で再び画像ネタメインに戻りつつグロ路線も帰ってきてしまうと。そして再びつべさんからお叱りを受けると。お前結構怒られてんじゃねえか。なんででしょうね。でも内容確認してくださいって返すと意外とゴーサイン出るんですよね。サムネがポプテだから説あるぞこれ。確かにポプテ回怒られがちだわ。さてと見ていきますけども、この回はとにかく悪い意味で頭に残る画像が多いですよね。うん、気味悪い系が本当多かったよな。そこにネタ乗せてくわけだからね。当然シュール。そんなシュール買いながら楽しんでくださった方も多いみたいで、嬉しい反面皆様の精神状態が心配になるという。ほんとそれね。それと画像ものメイン買いながらラストに一つ映像ものを入れた回でもあるんですよね。癖になる人が多かったやつな。そうそう、これは中毒性あるよね確かに。当初はこの映像がサムネになる予定だったりもしたから。なんでしなかったんだ。やっぱ画像もののインパクトがすごすぎたからかな。割と大きめに文字も入れるから目立ちすぎるくらいのものじゃないと成り立たないんですよ。それでだいぶ分没られると悲しいけどそういうことです。とはいえこのサナエヤギは動画内においては一番目立ってくれましたからね。はい、どんどん行きましょう。犬グム3回に見せかけた超絶グロ回ですね。わかります。これは正直犬グム3回に無理くりしなくてよかったよな。
いやほんとおっしゃる通りですよ。モタオとか扱ってるとこになんで組み込んだんだろうって思ってますし。いろいろやりすぎたよな。結果だったな、閲覧注意会になるという。でまあ本当にこの会はどぎついので苦手な方はブラウザバックしてほしいですけども、どんだけ扱うものがグロくなっても一つも真剣味が増さない私たちがそこにはいます。それを楽しめや。急に口悪いなおい。通貨有名どころとはいえよくこれを採用したよな。頑張りました。不思議なものでですね、編集中にこの画像をずっと見てたら、顔からホールトマトを放出してる人に見えてきたんですよ。それはそれで怖いわ。グロが苦手な方のために少し飛ばしましてひまわりのダンスです。ここからびっくりフラッシュも採用しだしたんだよな。そうでしたね。いろいろ手を出してみるってことにどんどん肯定的になってる気がしますね。それでも完全に丸くはならないっていう。ゆっくり回のジャックナイフですから。何それ超かっこいいじゃん。まあ私の尖り具合は三角コーナーにポイして冒頭の話の続きですけどね。この回は衝撃画像とこの癒し要因ポメ付きびっくりフラッシュだけで固めるべきでしたね。いい味出してんだよなこのポメ。来年は私たち交番でこのポメ主役ですから。大出世だなこいつ。ポメが頂点に立つ時代じゃ。あそうだ。画面見てもわかるように脅かしが来るの思いっきり教えますんでねうち。優しすぎる仕様でお送りしてるからな。皆さんの頭撫で回す感じのね。はい、次はパート19ですね。もうここまで来ると振り返る必要あるのかってぐらい最近ですね。これはなかなかいい回だったんだよな。内容は超絶キモかったですけどね。割とグロテスクな画像プラス映像ものなんだけど謎の見やすさはあったかな。実際反応もそこそこ良かったしな。そんなもの好きな皆さんのことが私は好きですよ。で本編ですけどこの時は機嫌が良かったんでネタも楽しげなのが多いですね。お腹空いてるから食べ物系ねって感じで。決め方の雑さよ。この雑さで勝負してるんで私。でねこれ見てほしいんだけどこのいびつな生き物でも霊夢のアテレコネタは冴えてたんだよね。乳首をこじらせた乳首な。これはほんと天才だと思うわ。変態の間違いでは？そういえば毎回思うけどサムネに使う予定の素材をうまいこと動画に組み込むよな。私のサムネ派手だけど嘘つかないんで。謎の説得力。霊夢のキレッキレネタは本編で見ていただくことにして臨時放送に参ろう。編集時間の8割ここに持っていかれたよな。うん、時間かかったんだよここ。その割に面白くないけど。もうね、このシリーズは冷静なネタで成り立ってる部分も大きいんだよね。だけど映像ネタの待機時間中はそれができんからね。薄味になるという。そこは今後改善しないとだぜほんと。頑張ってねマリサ。お前も頑張れや。でしばらくネタしてようやくサナエさんが登場という流れでした。こいつ地主軍団とか言ってるけど本当は優しいやつだからな。ビジネスチンピラだからな。言わんといてあげて。彼女なりに動画盛り上げようと頑張っとんやからそれは言わんといてあげようよ。せやかて駆動。せやかてやで。だいぶ久しぶりですねそのネタ。はい。盛り上がる部分をあえて見せずに一つの節目のはずだったパート20です。完全画像もの回だったっけ確か。そうそう。原点回帰とかってテーマで。だけど原点はサイトものが多かったわけで私何言ってんだろ状態だった回ですね。お前頭おかしいもんな。うん。滝川壊れてる。これの冒頭で最初の頃にやっていた黒板ネタを再現しようとしてやめたんですよね。超絶めんどいもんなあれ。めんどすぎて関口メンディーだよほんと。でしょっぱな寄生虫系というね。節目の回にこれかいって感じでしたが。ネタに関しては最初の頃を意識したけどな。誰も気づきませんでしたけどね。そしてここでも緑色ってことでサナエさんが寄生虫訳してくれるんですよ。そこに至るまでの私たちの解説からのサナエって流れは過去最高だったよな。尺をもうちょい避ければなお良かったけどね。そこは今後の課題にしよう。テンポ感が売りではあるが一回しつこすぎるぐらい一枚に時間かけるのもありかもしれんよ。なので衝撃画像募集してます。画像ものは採用しやすいからね。あと寄生虫の他に超グロいケーキなんかも紹介いたしました。で運営さんにまた怒られました。お前よくお叱り受けてんな。ループっちこれキッズも触れられるとこにコンテンツるのよろしくないっぴねーって感じで。もはやお前好かれてんじゃねえの運営に。その割に人気なくて泣ける。パート20の出来に満足しなかった私は振り返りを先延ばしして21を投稿いたしました。ここからびっくりフラッシュ本格導入だったな。そうそう、がっつりと入れました。作りやすいものだけ扱うとネタの感じが完全に被るし苦労枠をあえて設けないとね。底辺のくせにプロ意識高いよなき様。底辺のプロやってます。あとこれさ、サムネの二人の顔がパート1と同じなんだよね。気づいてくれた人がいると嬉しい。ごめん全然気づかなかったわ。貴様は気づけや。さて、本編はというと完全脅かし系メインの回となっており、その関係上アテレコネタが少ないです。そういえばそうだな。ある意味移植回と言える。ほんと珍しいですよね。びっくりに関しては例のごとくどこで来るかを教えるスタイルなので安心設計。大体さん、いい薬です。ノリで全然関係ないセリフを言ってしまいましたが気にしないでください。気にしたら唇が破裂しますよ。唇さんかわいそす。夏には無駄にプルプルし冬にはカサつくあいつを許すな。かといってリップ塗り塗りしすぎると唇お化けになってまうねんで。で全然振り返ってないわ私たち。モナーさんに触れたげようや。本編で言いたい放題言ったのでもういいです。冷めとんなこいつ。そしてそっからのびっくり要因、こんにちはパティン。こんちくわと挨拶かましたところでキャットアドベンチャーにも触れておきますか。これもなかなか面白かったよな。私の解説の癖がすごかったやつね。そうそう、もはや解説になってなかったもんな。それとこのほのぼの感からのホラー展開は次扱う夏美ステップにもつながってく気がするんだよ。実際きっかけになっただろ。めちゃくちゃなりましたよ。画面に完全に寄せないとっちらかったネタもそのまんま持っていきましたしね。そんな夏美ステップ回の振り返りに参ります。これはサムネが気に入
ってんだよね。どの色をどう反転させるかとか小1時間やってたよなお前。いや2時間、あまりに納得いかなくて数回ポシャったからすごい時間かかったの。で内容としてはフラッシュ上でのレイサナのネタに対して2人でコメしてく形と後解説ね。ぶっ飛んでたような構成が。ぶっ飛びまくってましたね。今までで言うとパート4に近いんだけど、あれよりもさらに世界観壊しにかかってたから、基本破壊者スタンスなんで。危なっかしいなおい。ただ解説部分は意外とちゃんと解説動画として機能してると思うんですよね。こっちの方がいつものネタに近いしな。ほんとそうです。いつもの感じ。他の方だと結構重苦しい感じで真面目にやってる動画が多いと思うんですけどね。うちはもう片耳イヤホン外して耳掃除しつつ焼き鳥缶食べながら見れるんで。それだけが誇りだから。悲しいけど事実だから。みんなが焼き鳥缶食べるごとに私の幸福度上がってくから。だからコンビーフ買ってね。焼き鳥缶はいずこへ。そしてここまで来ると振り返る必要ないぐらい最近。ほんとそれね。まあ前回夏美解説だけに絞ったので、こっちではびっくりフラッシュと画像ものを扱いました。画像ものネタがすごく大人向けだったりもするね。活動初期に近いよな。うん。たまにわざと初期の作風よりに作ってんのよ。でこれは初っ端びっくり系を2連続やって最後に画像ネタでクールダウンしようぜってかい。とにかく録画が嫌でしたね。怖がりだもんなお前。これ系は音でビビっちゃうんだよね。それと一度本気で驚かないとネタに置き換えていけないたちなものですから。だから嫌でもですね、こういう怖い顔見てリアクション撮ってるんですよ画面の前で。真面目やろ。ごめん聞いてなかったわこの野郎。そしてこちらが霊夢のアテレコネタが過去最高の切れ味だったバービー人形のシーンです。ここだけ繰り返してみてほしいぐらい。うん、めちゃくちゃ押してます。この際他どうでもいいんでここだけ見てください。でようやっとラストだが、これあれよな、最新にして最低。間違いないね。振り返りをしたいがために急いで作りすぎたせいで詰められてないんですこれ。一応集大成意識したけどな。うん、ネタの内容が今一つですね。そんな回ながら割と多くの方に触れていただいているみたいで嬉しいです。今回の振り返りで色々反省点も見つかったので、次は納得のいく回を作りたいと思います。反省道中膝くりげな。マジで膝くりげってるわ今。てかこれこそ左上とかにポメ召喚しとけば少しは色味あった説。犬っころの力は偉大だな。ほんと来年はポメに乗っ取られるかもね。はい、ということで前編後編と振り返りやってまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。ケンイケというジャンルはもう数々の有名投稿者さんによってやり尽くされてますが、そんなとこにですね、今さら飛び込んだ私の元に皆さんは遊びに来てくださったわけですよ。感謝しかねえな。本当に感謝しかないです。だからこの際味がなくなるまでやるんでよろしくね。本編に続く。